薪窯で具っていうのと、あとは小麦粉と酵母と水だけ、塩だけ、その4種類だけ、ショートニング、お砂糖なるべく使わないシンプルな無農薬小麦だったり有機のもの、なるべく農薬を使わないものですね。でお塩は石巻の伊達の馬塩、すごくうまみのあるお塩で、一応多分地産地消をなるべくっていうことで、そうですね、伊達の馬塩を選んでると思うんですけど、面白いかなって、なかなかスーパーでは買えないかなっていう、これをなるべくここでしか買えないものですね。柔らかいパンがすごい多くて、まあ、それが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、やっぱり硬いものを小さい時から噛むっていうことはすごい大事かなって思ってて、なので、前の店主さんの時からなんですけど、給食に出したりとか、あとは子どもたちが集う場所に持って行ってそこで販売したりとか、そういうことをなるべくやってますね。硬いものを噛んでちゃんと小麦の味がするっていう、そういう経験をしてほしい。嫌いでも好きでもこういうパンを小さい時に食べたっていう、こういう記憶じゃないですけど、そういう経験をしてほしいので、そうですね、バザーとか持ってってます。子ども園のバザーとか、そういうところの幼稚園はやっぱりお米も玄米で食べさせてたりするので、それと同じで麦も全粒粉の状態でってなると、農薬とかやっぱり子どもにはすごい負担があるので、全部有機のものだったり無農薬のものを使ってるので、もう本当に心から安心してどうぞって、これだったら安心できるからいっぱい食べてねって言えるパン、小さい時から食べてほしいなっていう思いはすごいあります。
で、四隅を順々に温めて、うん、あー、なるほど。まあ、何でも一緒だと思うんですけど、ずっと同じようなものを食べる、よっぽど好きじゃない限り、いや、よっぽど好きなんですけど、やっぱりやっぱり飽きる時があるんで、そういう時にと思ってまかないで炊飯器持ってきて酵素玄米作ってたんです。パン屋でおにぎりはどうかなってちょっと思ったんですけど、でもすごい喜んでいただいてます。皆さんレジ横に置いてたら、じゃあこれもって言って買ってくださるので、とか急に小麦アレルギー、小麦受け付けなくなる方っていうのが身近にすごいいて、なんかそういう方の選択肢がやっぱこう狭まるじゃないですか。パンが食べれないってなると、選択肢が広がればいいなってすごい思ってますね。いろんな考えを持った方、うん、主食にしてくださってる方はもう毎週のように同じパンを買っていかれたり、あとは特別な時だけ月に1回自分のご褒美的な感じで来る若い方とか、そうですね、硬いものを噛む機会がちょっとだんだん少なくなっているのかなっていうところで、まあ、年配の方もなるべく硬いものを噛んでこう鍛えたいっていう方もたくさんいらっしゃって、毎週のように買ってくださったり、来て通ってくださったり、食事に気を使っている方が多いですね。血糖値をなるべく上げないように、白い小麦じゃなくて全粒粉 100%、 なるべく100% の方がやっぱり一番血糖にはいいので、ライ麦パンも 100% 全粒粉で作ってますね。いろいろ全粒粉も種類があるんですけど、古代小麦だったり、あと普通の小麦だったり、あとはライ麦だったり、全部 100% でお作りしてますので、なかなかそこは売ってないんじゃないかなと思って、それを買いに来られる方多いですね。